ドミニク・モナミは、ベルギー・ベルビエ出身の元女子、プロテニス選手。コーチのバート・ファン・ルーストと結婚した1995年から、離婚する2003年までは、ドミニク・ファン・ルーストと名乗っていた。WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス4勝。シングルス自己最高ランキングは9位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。9歳からテニスを始め、 1991年6月28歳でプロ入り。同年の全米オープンで4大大会にデビューし、いきなりヤナ・ノボトナとの3回戦まで進出した。続く1992年全豪オープンでも4回戦進出を果たすなど、デビュー半年でシングルスランキング100位圏内に入る。しかし、その後は長期間の低迷期が続いた。 1995年に当時専属コーチのバート・ファン・ルーストと結婚し、生がファン・ルーストとなる。1997年の全豪オープンで当時世界ランキング43位だったファン・ルーストは第2シードのアランチャ・サンチェス・ビカリを3回戦で破る金星を挙げた。その勢いに乗って準々決勝まで勝ち進んだが、メアリー・ジョー・フェルナンデスとの試合を途中棄権している。 1998年は彼女のテニス人生を通じて最も充実した年になる。10月第2週にドイツフィルダーシュタットで行われたポルシェテニスグランプリ準々決勝でマルチナ・ヒンギスを6から3、6から7、6から4で破り、当時18歳の最年少女王を世界ランキング1位のザから陥落させる勝利を挙げた。この後彼女は 世界ランキングを自己最高の9位まで上げ、ベルギーの女子プロテニス選手として初の世界ランキングトップ10位を果たした。この活躍により、同年のベルギースポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。1999年の全豪オープンで2年ぶり2度目の準々決勝に進出したが、アメリモレスも2、3から6、6から7で敗れている。同年夏に、 ベルギーの後輩選手として、ジュスティーヌ・エナンとキム・クライシュ・テルスの二人が相次いでプロ入りするが、同年9月のルクセンブルクの大会で、彼女は決勝で16歳のクライシュ・テルスに2から6、2から6で敗れてしまい、彼女のプロ初優勝の相手となった。2000年前後オープン1回戦では勝利し、二人の対戦成績は1勝1敗となる。 2000年のシドニーゴリンにもベルギー代表選手として出場し、エルスカレンズとのペアで女子ダブルスの銅メダルを獲得した。シングルスではベスト8に進出し、準々決勝でモニカ・セレシュに0から6、2から6で敗れた。その後に大会に出場し、10月第3週のヨーロッパ室内選手権を最後に27歳で現役を引退した。2001年に女子を出産したが、 2003年に離婚し、名前を旧姓のドミニクモナミに戻している。引退後はメンタルコーチトレーナー WTA 大会ディレクターの他メディア上ではプレゼンターなどでも活動。2016年9月、フェドカップベルギー代表コーチに就任し、2017年大会までコーチを務めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。